2003年、その第2回を制したニックモンドトーナメントオブデスは、コンバットゾーンレスリングの主催によるプロレスのトーナメント戦。2002年から例年にわたり、デラウェア州を開催地として続けられてきた、この大会は、おおよそ十数名の出場者らが競い合ってゆく、トーナメントで CZW の最たる特色としての、いわゆるハードコア、スータの 地祭りを伴うデスマッチをその試合の柱としている。2002年8月31日、トーナメント方式を用いたザンディングのトーナメント・オブ・デスと題された CZW の大会がドーバーの地に取り行われ、第1回戦でネクロブッチャーを第2回戦でニック・ゲージをそして決勝戦でニック・モンドを下したワイフ・ビー・イーターがその初代の覇者へと君臨。こうして、産声を上げた。 トーナメント・オブ・デスは、それからというものに年に一度の大会として、継続されてきた。2008年の第7回大会では、女子プロレスラーのミッキー・ナックルズが参戦。これはこの大会への史上初の女性の参戦であった。2007年には年に一度きりというその伝統を、破った上で、ファストフォワードと題して、CZW 世界ヘビー級王座と、 CZW ウルトラバイオレントアンダーグラウンド大座とをかけた番外の大会が行われた。2009年には2度目となる番外の大会がリワインドと題して模様された。2010年と2012年には提携団体のウエストサイドエクストリームレスリングとの共催によりドイツでも開催している。日本の提携団体である第日本プロレスを通して日本人選手も参加しており、 2014年には、河西純が日本人として初めて優勝している。ありがとうございます。